商店に商店モデルまたね、こちらのモデラサーバーさんとはね、またね、はい、このあの折々ね、こうやってまた定期的にこう夜直しないと開いていく予定でおりますので、またあのホームページあり、ね、お店のホームページありテクテク TV さんねチェックしていただけましたら、ね、あの日やってんだと思ったらね、はい、なんかちょっと元気がないなって時来ていただくとね、もうブイブイ元気になっていただけるブイブイ、もう時代を変えちゃうって帰りにはもうみんな言って帰りますから、そうですね、もう帰りには時代変わっちゃいますね、これ時代を変えちゃうってしたら皆さんからね、お前が帰れこう突っ込まれてね元気になるね、ありがとうございます、芝居とありがとうございます、紹介でございましたね、またじゃあどうもありがとうございました、ゆっくりお話聞けるぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも、これ頑張れば見ててこれでしょ、はい、赤ちゃんがいらっしゃいますんで、赤ちゃんどういう反応をしますか、赤ちゃん来てくれました、まだお名前自分で言いませんね、お母さんに言ってみましょうか、何ちゃんですか、なぎさです、あ、いい名前大丈夫ほら大丈夫よ、ほら大丈夫ほら大丈夫ね、みんなほら大丈夫よ、大丈夫ね、大丈夫、怖い、お父様怖い、俺が怖い、あ、じゃあ面白いことしたよ、これじゃあね、そんな時はねこれ大丈夫、頑張ってて見てて、いくよ、頑張ってって応援してくれる、行こうか、頑張って、あ、元気になったよかったね、頑張ってって、ね、一緒にこうやる、頑張って頑張れってね、ほら頑張れね、大きくなってって頑張れってね、可愛いでしょ、もう一個あるからもう一個あるだけ、ほらね、お、お、反応したね、あとね、泣いてるときうちの子はね、これやると結構好きだった、あ、これうちにある、あ、親父お化けちゃんだ、見ててあ、見てくれたよ、あれ、あれ、親父お化けちゃんだよ、あ、他のもの、あ、こっちの、こっちの気になるね、ねえ、ねえ、はい、大丈夫よ、はい、ね、大丈夫、ダメ、ダメなの、なんで珍しい、頑張れ頑張れ頑張れ大きくなれ、頑張れ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 、ね、応援してくれるよ、ね、ちびこたちね、頑張ってよって、ほらね、ね、大きくならなきゃね、どんどんね、ほらね、よかったね、あ、よかったね、よかったね、大丈夫よね、大丈夫大丈夫ね、ね、ダメなのね、いろんなおやつたちがね、いますからね、うん、あ、ね、さあ、楽しめましたかね、なぎたちゃん、ね、またね、またね、どんどん見ててよね、なぎたちゃん、どうも、俺の顔が合うみたいな、なんかどうしたの、ほらほら、俺の目が合うから、こびんちゃん、ほら、あいっちゃ、あいっちゃ、あいっちゃ、一二一二踊ってますね、こびちゃん、一二あ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 一二、はーい、ね、笑ってーってほら、こびちゃん踊ってるよ、はい、一二ほら、一二一二一二見てるけどね、はい、こびちゃん笑ってるよ、ね、ね、ね、不思議なもんいっぱいね、ね、ね、いろんな。シュールすぎるのかな、シュールすぎるまあね、赤ちゃんにシュールはわからないからね、ね、はい、はい、じゃあこんにちは、こんにちは、はい、ということでよかったらお名前はよろしいでしょうか、はい、モデルバー店長のアクトと申します、はい、お願いします、店長さん、ね、はい、そうです、はい、ということで、あのすごくおしゃれなバーなんですよ、はい、はい、なんかできたばっかりと、そうですね、6月1日にオープンしまして、はい、今大体3ヶ月ぐらい営業させていただいてます。なるほど。はい。今日はその夜直し親父の、はい、イベントというか、あのブースみたいな感じで、はい、ちょっと目指してもらったんですけど、はい、彼は彼でだいぶカルチャーショック。いや、すごいわ、すごいすごいすごい。本当にすごいですよ。だからあの、もう本当にもう。このおしゃれな、ね、隠れ家的なバーで、そうですね、来日していただいて、来日という、まずお店がこういうところに変わってて、あ、山頂こんな場所があるんだ、そうですね、そうですね、っていうのを分かって、そっからの、あの、夜直し親父でさらに変わる、ね、はい、まずこのビルがちょっと変わってて、いろんな、まあ、店舗さん入ってるんですけど、はい、なかなか入りづらいんですが、あの扉を開けていただくとすごいギャップのある、そうですね、雰囲気のお店に作ってますんで、あの、はい、夜景も綺麗、そうですね、6階なんで、うん、はい、どうですか、あのオープンしてみて、
そうですね、いろんな方に愛していただいて、うん、常連さんもついてきましたし、はいはい、素敵な人ばっかりで楽しくやらせてもらってます、はい。ちなみになんかこうおすすめメニューとか、おすすめメニューですね、そうですね、うちのモデラは食事メニューも出してまして、はい、ヘルシー志向の多人鍋、油を使わない蒸し料理なんですけど、うん、それを中心に出してまして、あとは丼物とか、各種つまみなんかも取り扱ってます。結構じゃあがっつり食べれるんですか？そうですね、やっぱりお酒飲むと朝方お腹減ったりする方もいらっしゃるんで、うん、そういう方にうどんとか丼物を勧めてます。なるほど、はい。じゃあちょっとビルのね、そこでちょっと入りにくいかもしれないけど、そうですね、こう気兼ねなくドアを開けてくださいそうですね、ぜひよろしくお願いします、はい。あとはちなみに他にもいろいろイベントごとはあったりとか？そうですね、週末は DJ ブースがあるんで、はい、DJ さんを呼んで、音楽パーティーとか、うん、また貸し切りなんかもやってますんで、はい、はい、ぜひ使ってあげてください、はい、よろしくお願いします。わかりました。じゃあぜひこれからもいろいろよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。